北国新聞ニュースをお伝えします。マイナンバーカードをめぐるミスが相次ぐ中、石川県内での自主返納が40件以上あったことが北国新聞社の調査で分かりました。マイナンバーカードをめぐっては、別人に対するカードの交付や障害者手帳情報の紐付けミスなどトラブルが続いています。そうした中、 北国新聞社の調査によりますとマイナンバーカードの自主返納が県内で40件以上ありその理由は個人情報の漏洩が心配やトラブルばかりで信用できないなどが目立ちましたこのうち金沢市では今年度に入り4月に1件5月に3件そして今月は15件の返納がありました年代別では 返納した19件のうち50代と60代が5件ずつと中高年層が多く金沢市によりますとトラブルに関する報道を見て不安になったという理由が多かったということです一方のみしても今月に入り交付を受けたが使わないとして10代から40代の5人が返納しました マイナンバーカードの申請率は先月末の時点で県内のほとんどの市や町で8割から9割に達していますが混乱が続けば返納がさらに増える可能性もありそうです。9月の金沢踊りに向け金沢市の東茶屋街の芸妓たちが東京から若柳宗寿会長を迎え稽古を行いました。 二十回目を迎える金沢踊りには東・西・和江町の三茶屋街から芸妓たちが総出演し舞踊絵巻を繰り広げます北国新聞の創刊百三十年を記念した今年の舞台はアデス型京華絢爛と銘打って生誕百五十年を迎える泉京華の六作品を取り上げることになっていますこのうち 東が担当する作品は女系図と滝の白糸で茶屋街の鍵盤には昨日立ちで出演する芸妓が集まり日本舞踊・聖波若やぎ流若やぎ会の若やぎ総樹会長の指導で強化の世界を表現した舞踊の稽古に励みました総合演出と東の振り付けを手掛ける若やぎ会長は 男女の愛を描いた教科作品にテーマ性を持たせながら、節目の舞台として楽しんでいただけるよう工夫したいと語りました。二作品のうち女系図は、シンパ劇の湯島の境内の見せ場で知られ、滝の白糸は華やかな水芸で人気があります。河北市は置き去りを防ぐため、 小学生が利用するスクールバスなどに安全装置の取り付けを始めました置き去りを防ぐ安全装置の設置は幼稚園や保育所などで義務化されていますが小学校は対象外ですしかし、河北市は万全を期すため暑さが増す本格的な夏までにスクールバス5台と学童保育の送迎バス1台に 安全装置を取り付けることにしましたこの装置はバスのエンジンを切ると車内後方のボタンを押すようアナウンスが流れ5分以内に押さない場合はアラームが鳴る仕組みになっています万一の SOS ボタンもあり取り残された児童が押すと車外に警報音で知らせることができます河北市学校教育課の担当者は 点検をこれまで以上に徹底し、市民の安全や安心の確保につなげたいと話しています。日本現代工芸美術展石川店の巡回展が能美市内で開かれ、重厚な美を追求した作品が並んでいます。この巡回展は昨日から。 野見市九谷焼美術館の5歳館で始まり重鎮から若手までの秀作35点が紹介されています会場には現代工芸美術家協会で会長を務める王妃東野斎さんや十一代王妃長左衛門さんの当時作品をはじめ地元能美市から出品した5人の作品などが並んでいます。訪れた人た人ちは 現代工芸美術家協会石川会理事長の山岸大成さんや石川店の審査で北国新聞社社長賞を受けた井上雅子さんそれに竹越和則さんの作品などに見入っていました現代工芸店の飲み店は来月23日まで開かれています作品解説は明後日が竹越さん 来月十六日は山岸さんの担当で行われます。地元の企業を知ってもらう職業講話が、昨日、内田高校で開かれました。この行事は、内田町商工会の青年部が、高校生に地元の企業を紹介し、就職の参考にしてもらおうと企画しました。職業講話には、 内田高校の1年生およそ50人が参加し建設や飲食など5社の代表から仕事の心構えややりがいなどを聞きました講師たちは生徒たちに仕事の楽しみを自分で見つけてほしいなどと呼びかけました商工会青年部で部長を務める吉村慎一郎さんは生徒が将来の夢や 目標を見つけ走り出せるよう後押ししたいと話していましたここまで北国新聞ニュースをお伝えしました